1993年の福岡大英ホークスでは、1993年の福岡大英ホークスにおける動向をまとめる。1993年の福岡大英ホークスは、根本六夫監督の1年目のシーズンであり、福岡ドームを本拠地とした1年目のシーズンである。大英の新本拠地、福岡ドームの完成が迫り、監督も、 田淵光一から根本睦夫に交代。根本新監督を迎えて、チームはユニフォームを大リーグスタイルの前田ペラインに変更し、ビジター用はそれまでのグレーから上半身を黒に変更して話題を集めた。大型補強もないままチームは開幕を迎えるが、4月を5勝10敗で終える最悪のスタート。5月以降も不審が続き、7月に5勝17敗と、 大きく負け越して、再開が確定的となるとその後も盛り返せず、5位のロッテ、ともども西部、日本ハムオリックス、近鉄といった4強の草刈り場となり、最終的に、福岡ドーム元年のこの年は再開に転落。投手陣は、村田勝義や吉田豊彦がローテーションを守り、足利豊や下柳剛が対頭するなど明るい、話題もあったがそれ以外の投手は不審でチーム。 防御率も4.22と崩壊。打撃陣も、佐々木誠と、吉永光一郎と、山本和則を除く、スタメン組が成績を落とし、チーム本塁打1位は、藤本博の13本という参上で、打線全体の本塁打も前年の139本から75本へと半減。結局、投打共に崩壊して45勝80敗5分で、最下位に、 沈み B クラスからの脱出はならなかった。シーズン終了後の11月16日、佐々木、村田、橋本武博と、西部から秋山浩二、渡辺富夫、内山智之との交換トレードを行い翌シーズン、以降のチームの改革の幕開けとなる。網みかけの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。